切り替え、まあ、私が着てて分かると思うんですけど、切り替えがとっても可愛くて、切り替えが結構腰より上で、あのちょっと腰より上なので、スタイルアップの効果も見れるかなと思われます。はい、でエンボスのね、エンボスってもうその商品名に入ってる通り、結構凹凸があります。はい、結構生地感とかも凹凸があるので、なんていうんやろ、結構触り心地とかも結構なんていうんやろ、気持ちいいというよりはちょっと夏っぽ、春先とかに着ていただけるような素材感になっております。はい、で結構ねニットに比べるとやっぱり薄手なので、今私は中にね白いシャツを着てるんですけど、透け感があるぐらい結構薄いです。なので今から夏ぐらいまで全然着ていただけるんじゃないかなって思います。はい、で丈感も結構長めで、お尻、私160センチなんですけど、お尻が結構隠れて全部隠れるぐらいの丈感なので、スタイルのシルエットを、ね、隠すこともできるかなと思います。はい、であとここのボタンなんですけど、ボタンがね結構ねパールになっててすごい可愛くて、撮るのもすごい、撮っても全然撮れるようなボタンじゃないのですごい可愛くて、パールが2個ついてますね。はい、結構ここが絞ってあるので、ここのポワン袖もねすごい可愛くて、春先とか夏先まで中にインナーとか着てもこのポワン袖で全然締め付け感はないです。はい、白はねやっぱりちょっと透け感はあるんですけど、中に白いシャツとかね着ていただければ大丈夫かなと思います、っていうのがポイントです。はい、あすいません忘れてました、バックリボンが入ってます。とても可愛くて、手見せた方がいいのかな。はい、バックリボンになっておりまして、ボタン、リボンが2つとボタンが1つついてます。はい、なので着脱する際はここのボタンとここのリボンを取っていただいて着てもらった方が着脱は楽かなと思います。はい、すごい後ろのバックのスタイルが可愛いんですめちゃくちゃバックの素材が可愛いですね。切り替えもちゃんと前と後ろ両方入ってるので、バックのスタイルもすごい可愛くなっております。はい、ブルー爽やかね、ブルーとっても爽やかですよね。で生地感的に全然夏ぐらいまで着ていただけるんじゃないかなと思います。うん、首苦しくないかな、詰まってる首ね、確かにちょっと詰まり感はありますね、多少はあるんですけど、そんなに苦しいなって思うほど詰まってはないです。はい、大丈夫かなと思います。今日無事いただけ、はい、一人だけですありがとうございます。ぐーちゃんのお尻は何色かな。私はねブラック買おうかなと思ってますブラックすごい可愛いです。はい、バッグが可愛いね、バッグがすっごい可愛いです。2色展開ですか、3色展開となっております。すいません、私伝え忘れちゃいましたね、ごめんなさい。3色展開となっております。はい、すいません、私カラー展開忘れてましたね、ごめんなさい。カラーが、私が着ているのが、ごめんなさい、ちょっと吹っ飛ばしてしまいました。私が着ているのがホワイトです。はい、そしてこちらがブルーで、こっちがブラックですね、の3色展開となっております。はい、すいません申し訳ないです、ごめんなさい。うん、ぐーちゃん頑張って、ありがとうございます。ブラック見たいですとの声が多いですね。なので次私ブラック着替えてこようかなと思います。で一応ねこれね嬉しいことにね、お洗濯していただけます。はい、お洗濯していただけるのでOK です。黒を着てきますね、ぐーちゃんあ、中着ているの今ね、私白着てて結構ね透け感がね目立つかなと思うんですけど、わかりますかね、こっからここはもう肌なんですけど、ここまでの今タンクトップを着てます。白のタンクトップを着て透けないかなぐらいなので、中ちょっとねキャミソールとかだったりすると透けちゃう可能性があります。なのでちょっとね今の時期やったりするとヒートテック、白のヒートテックとか着てもらったり、上からニット羽織ってもらったり、インナーにタンク、カラーもの逆に合わせてみたりとかする着方が可愛いんじゃないかなと思います。うん、じゃあ黒着替えてこようかな、黒は大丈夫な気がします。はい、ちょっと黒に着替えてきますね、ちょっと待ってくださいね。その間にカラーバリをお見せしておこうかなと思います。はい、お願いします。よいしょ、黒着替えてきます。
大丈夫でした。もともと凹凸がある素材なので全然アイロンしなくても大丈夫でしたよ。はい、100% ですかといただいてるんですが、これはねポリエステルとねポリウレタンです。ほぼポリエステルですね。 95% がポリエステルとなっております。はい、これはスカート合わせ難しいかなといただいてるんですけど、スカート合わせはねちょっとねスカート合わせるよりはパンツとか結構シルエットが細身のものとかの方が可愛いと思います。なのでスカート合わせるとしたら何やろ、タイトスカートとかの方が合わせやすいかなと思います。結構上がねフレアで長めなので、ぶーちゃんソロライブ、ソロライブです。はい、1点目です。よいしょ、今日のパンツも気になってる。今日のパンツもねとても可愛いですよ。結構シルエットが綺麗めのものとなります。あ、トップスのねみーちゃんの着用動画がねちょっとなくて申し訳ないです、よいしょ、低身長には大きいですかといただいてるんですが、長さはねそんなに大丈夫かなとは思うんですけど、もしかしたら私が着ているよりは多少は長くなってしまうとは思います、ニットベストとかいけるかな。あ、いけると思います、いける気がしますね。今の時期とかやったら1枚でいけるのやっぱりちょっと寒いと思うので、ニットベストとか合わせても可愛いかもしれないですね。着替えてきました。ブラックです。ブラックめちゃくちゃ可愛いですね。やっぱり星はブラックかな、やっぱり、値段2700円です、1700円ですね。はい、いいちゃん好きそうなブラウス、確かにいいちゃん絶対この色似合うと思います可愛いです。可愛い、ありがとうございます。カラーパンツはねこの前の金曜日、日曜日の新作かなと思います。めちゃくちゃ可愛いですよね、カラーパンツ。やっぱりブラックとかホワイトに合わせるってなるとデニムももちろん可愛いんですけど、カラーパンツとかねカラーのものを合わせてもらってもめちゃくちゃ可愛いですね。そのパンツ暖かくない、大丈夫です。生地感は結構柔らかい素材となっておりますね。ショーパン合わせ可愛い。あ、ショーパン合わせも可愛いと思います。ですが、なんか短すぎるショーパンやったら、結構丈がね長いので隠れてしまう可能性はありますね。多少ですけど、でも絶対可愛いと思います。パンツは何色ですか？これはピンクなんですけど、見た感じピンクなんですけど、色のカラーがちょっとわかりかねます。申し訳ないです。バックデザイン可愛いですね。可愛いです。ちょっと黒やったらリボン分かりにくいですかね。でも黒でも生地感こんな感じです。めちゃくちゃ可愛いです。グーちゃん買うなら何色？私はねブラック買いますもうこれめちゃくちゃ欲しいなってずっと思ってたので、お袖まくって
ちてきちゃいますか。細身まくったら、あ、そんなにまくれない、私が腕太いんかなでも落ちてこないですよ、結構しっかりしてます。ここのボタンもしっかりしてるので全然落ちてこないです、まくっても全然落ちてこない、大丈夫そう。はい、今日の紹介のパンツに合わせるのは何色かな。でも私やったらブラックかな、ブラックだと思います、ブラックかホワイト、でもミントと、ブルーも可愛いですよ、ちょっと合わせるワントーンみたいな感じでホワイトも可愛い、でもブラックが一番合わせやすいんじゃないですかね。黒なら骨格ストレートさんでもいけるかな、いける気がします。やっぱ黒って細見え効果もありますし、前にそんなにデザインはないので大丈夫かなとは思うんですけど、結構首が詰まってるのに苦手な方はいらっしゃるかなとは思います。下行きますね。ピアスは伊豆市のですか。そうです、伊豆市ですよ、伊豆市のピアスです。まだ在庫はあるっておっしゃってました。ブルーの汗染み気になってた人がいました、汗染み検証とかできますか。 OK です。じゃあ後でお着替えした時にちょっと濡らしてきますね。はいはい。そのパンツグーちゃんに今サイズ大きいですか、大きめですか。これはね、私 S サイズ履いてます。 S サイズ履いてて、ちょっと大きいかなとは思いますね。大きいですね。なんですけど、すごい私は緩めの方が好きなので、ぴったりするよりもめちゃくちゃ好きな形です。はい、やっぱりこういうのはね、細身のねパンツとか、こういうちょっとテーパードなんですけど細身のものとかの方がポップスは結構こういうなんか大きめなので細い方が似合う気がします。パンツとかの方が合わせやすいんじゃないかなと思います。後ろ見せてください。OK です。後ろこんな感じです。はい、リボンが2つついてます。ぐーちゃん、パンツの丈感どう？私、パンツの丈感は S ですね。はい、S サイズがぴったりです。はい。こんな感じで大丈夫そうですかね。濡らしてみようかな。じゃあちょっとだけ濡らしてきますね。ちょっとだけ待っててください。どうしようかな、これカラバリ出しときますね。もう一回、あ、違うのにしよう、こっちにします。今ねちょっと濡らしてきました、ここの部分なんですけど、なんかそんなにめちゃくちゃ目立たないかなと個人的には思ってるんですが、私ポリエステルがほとんど 95% がポリエステルなので乾きやすいんじゃないかなとは思いますけどね。そんなに汗じみはもうなってても目立たないかなとは思います。はい、大丈夫そうですかね。大丈夫そうですかね。ちょっと乾かしてみますねちょっと時間経って見てからまた見てみようと思います。はい、よしよし。あ、ボタン全色違う感じかなといただいてるんですが、ブラックだけ違いますね。ホワイトとブルーは白です。パールが白なんですけど、ブラックはブラックですね。黒になってます、ここが。
なので私みたいにこうカジュアルにも着れますけど、なんかちょっとホワイトのねスキニーとか白のスキニーとか合わせてもらえれば綺麗めにも着れるんじゃないかなと思います。僕は可愛い、そこまでめちゃくちゃフェミニンじゃないので、黒でもなんかしっかりしっくりくるんじゃないかなと思います。はい、そうですね、エンボス加工のおかげで何とかごまかせるね。そうですね、そうだと思います。やっぱり凹凸感があるものがね、ちょっとあの目の錯覚みたいな感じで大丈夫なんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次の商品に着替えてこようかなと思います。大丈夫そうですかね。あ、一つだけ、着るの大変ですか。これね、私もさっきね来た時にね思ったんですけど、リボンがここにあって、ここがボタンなんですね。でここだけ開けてね着ることもね可能だとは思うんですけど、なんかちょっとリップとか気になるじゃないですか。なのでこれも外してもらって着てもらった方がいい気がします。はい、なので私は一回首だけ通して、あのこことここを開けてから、あの前でボタンとリボンくくって後ろに回すって形にしてます。うん、大丈夫だと思うんですけど、ちょっとリップとかね気になる方はその方が着やすいんじゃないかなと思います。顔つりどうですか。 OK です。顔つりこんな感じです。ちょっとねでも確かに顔が暗くなった気はしますねブルーね、こんな感じですね。はい、私イエベアキです、一応お伝えしておきますと。はい、じゃあ次の商品に着替えてこようかなと思います。